書の記述に従い聖域に雪を降らせる。その魔法を使うためには絶大な集中と精緻なマナの扱いが必要になる。その瞬間であれば私は間違いなく君に撃たれていた。それでは意味がありませんでしたから。万全の状態の私を屈服させることに意味があると？それとも1秒でも早く私を滅したかったのかな？いいえ、やはりあなたは何も分かっていらっしゃらない。あなたの望みは叶えさせない。聖眼が成就し抜け殻になったあなたを差し出されてからでは意味がない。壊れたあなたを迎えてもこの胸は満たされない。それはそれは強欲なことだ。しかし今の君で私に勝てると？いいえ、無理でしょう。ロズワール様のお力はあなたの死の次に理解しています。では君は一体どうやって目的を遂げるのかな？ラムでは勝ち目がない、それは明らかです。ですから2対1ならこっちが優勢になるかな。君がスバル君たちの計画に乗った最大の理由はこれか？言ったはずですよ、ロズワール様。魔女の妄執からあなたを奪い取ると。そして僕は通りすがりの野良精霊。さあ、いつかの延長戦の始まりだ。来たまえ。お望みのままに。